小姫ちゃんです。若ちょまです。今日は極楽競輪とボートレース若松の地域貢献について教えてくれるよね。そのためにマジックを練習してきました。楽しみやな。ここにハンカチがあります。おうおう、何でしょう。なんや、石ころやんか。違うわ、ボルダリングのホールだよ。そんなのわかんないな。ボートレース若松にはボルダリングができるレッドロックやワカワクランドがあるよ。遊びに来てね。子供の遊び場があるんやね。次は若ちゃまにも手伝ってもらうよ。え、それうわ、ボートレース若松の収益金は市民の暮らしに役立っているのよ。例えば若戸大橋、若戸トンネルの無料化。ところで若ちゃまはどこ行ったり。おーい、ここだよ。ただいま。若戸大橋ってほんまに立派な橋やったわ。お腹空いてきたな。子供食堂って知ってる？クレカ若松でクレカキッチンをやっているよ。メディアドームではドームキッチンをやってるりん、子供たちの交流の場にもなってるんやな。みんな来てや。それに子供医療費の支援もしてるのよ。助かるな。どう、小倉競輪とボートレース若松は地域や社会に貢献しているのよ。すごいな。これからも頑張っていこうな。